モーネンを立ち、呼吸を落ち着かせる。何も知らず、何も感じない。キアナちゃん、キアナちゃん、何これ、どういうことなの。メイ先輩、どこにいるの。違う、そうじゃない。メイ先輩、信じて、私はちゃんと違うの。違う、メイ先輩。ゆ夢よかった。え、待って、ここは。目が覚めたんですね。研究士はどうなったの？それと、メイ先輩はどこなの？あそこの危機はすでに去りました。怪我した市民もいません。今、バルキリーたちが後片付けをしています。ライデン・メイとその仲間は合流し、研究士を離れました。メイ先輩。
無事だったんだ。あなたが今いる場所は天明の北アフリカの実験基地です。他に聞きたいことはありますか？デュランダル、いつかあんたと向き合う日が来るとは思ってたよ。心の準備ができているのでしたら、これからのことはスムーズに進みそうですね。質問がないようでしたら横になってください。あなたには休息が必要です。委員長、委員長。どうやら頼れるのは自分の力だけみたいだね。空の律者の力を使えば、多分。休息が必要だと言いましたよね。な、いつの間に。この実験室は地表から1000メートルもの深さにあります。逃げられませんよ。気づかれた？なんで？不思議に思う必要はありません。あなたの考えがとてもわかりやすいからです。あなたの体は傷だらけで、律者コアの侵食を受け続けています。先ほど気絶した時もあなたは崩壊エネルギーを出し続けていました。以前はどうだったかわかりませんが、少なくとも今のあなたはあの力をコントロールできません。ここを出ればあなたは次元爆弾になります。私の言葉がわかったようですね。では何をすべきかもわかるはずです。主教様、彼女が目覚めました。とても不思議です。律者の力を使い続けていたにもかかわらず、彼女の体内の崩壊エネルギーは増大しています。衛星による天球史上空の観測によれば、あのエンジンが爆発した後に発生した崩壊エネルギーは拡散するどころかきれいに消失していた。空の律者があのエネルギーを吸収したのは明らかだよ。彼女は予想通りに成長している。本題に戻ろう。彼女が目覚めたのなら早速実験の開始だ。今からですか？少し早すぎる気もしますが、今の彼女はまだ天命に強い敵意を抱いています。あれらのことを経験した後の彼女に天命を信用させる方法が残っているとは思えないよ。逆に今の彼女の状態なら僕の望んだ力を見せてくれると思うが。さあ実験を開始しよう。君ならうまくやってくれると信じているよ。君のやり方でね。承知しました。
どうしたんですか？バサは苦手ですか？魚は好きじゃない。骨があるから。昔は骨を取ってくれる人がいたんだけど。冗談が言えるほど回復したのであれば、あなたの体を心配する必要はありませんね。ついてきてください。ここはどんなところなの？見ての通り、ただの廃墟です。誰がこんなことを？崩壊の他に都市を一瞬で滅ぼすものがありますか？見た感じ、役に立つ情報はなさそう。今だ。早くここを出ないと。小細工はやめてください。そんな、どうして？そんなにここを出たいなら、そういうやり方はやめてください。騎士のように正々堂々と私を倒してから、ここを出てはいかがですか？避けては通れないみたいだね。わかった。望み通りにしてあげるよ。素質は悪くないです。
私の攻撃を見たらすぐに対処法を見出しているようですが、明らかに鍛錬が足りていません。何なのこいつ、私を分析するほど余裕ってわけ。でも本当に強い。実際に戦ってみて分かったけど、私の知っている誰よりも強い。攻撃で相手を押しつぶし、隙ができた瞬間に致命的な一撃を与えるんです。そんなの言われなくても分かってるよ。これは非常に強力な武術です。天明の図書館で研究しました。しかしあなたの動きにはまとまりがなく、全くの別物です。だってクソパパがそれしか教えてくれなかったんだもん。あなたの動きは純粋な眼型ではなく、ところどころにバルキリー格闘術の要素が多く含まれています。異なる武技を融合するのは戦士として必要なことです。けどあなたは才能に頼ってその動きを無理やり取り入れています。努力もなければそれを理解しようともしていない。まるで大道芸のようですね。何が言いたいの？基本となる格闘技もままならないということは、あなたはまだ不完全だということです。あなたでは自分の殻をコントロールできません。空のリッチャ、あなたでは自分の力をコントロールできません。空のリッチャ。剣心を体を競技状態に入るものだと理解するといい。試合の前に頭を空っぽにして体をリラックスさせる。体の細かい変化を感じる。最後、体に流れる力以外何も知らず、何も感じない。盲年を断ち、呼吸を落ち着かせる。何も知らず、何も感じない。ほう、退去剣気ですね。なるほど、力技だけではないようです。ウォーミングアップは終わったよ。
ここから私の本気を見せてあげる。これでしたらそろそろいいかもしれません。その勢いを保ったまま実戦でも頑張ってください。実戦？何のこと？何あれ？あなたの相手はそれらです。何を言ってるの？私たちの戦いはまだ終わってないよ。すみません、これからのテストこそが私の仕事です。全力でそれらを倒して生き残ってください。無駄に力を消耗するだけ。こいつら空中のあの空洞から出てきてたよね。だったらまずはあれを何とかしないと。行って！
嘘つき。私が勝ったら逃がしてくれるって言ってたのに。あなたは漁師の影を倒しただけです。私たちの勝負はまだついてません。本気を出した途端にやめるだなんて、そんなのないよ。ずるいよ。あなたの本気は、退去剣気なんですね。それは、深さんだけが使える技だったと思いますが、いつ、どこで、彼女からそれを学んだんですか？その質問には答えたくない。ねえ、なんで？セーフレイヤ学園にいた時、あんたの話をたくさん聞いた。みんな、あんたのことをヒーローだって言ってた。天命最強の S 級ヴァルキリー。その肩書きは私の憧れだったし、私の目標でもあったのに。なのに、あんたはオットーの方を選んだ。すべての真相を知ってるの？私が経験してきた実験を知ってるの？あの人がしてきたことをあんたは知ってるの？なんで？あんたそんなに強いのに、悪い奴じゃないのに、どうしてあんたは天命にいるの？天命がなければ、誰がこの星にいる数十億の人々を崩壊から守るんですか？あなたも天命のヴァルキリーでしたら、わかっているはずです。この世界に絶対的な善と悪はありません。あるのは使命だけです。私も自分自身の使命のために戦っているだけです。ユランダル様、基地が襲撃を受けました。ヨルムンガンドの機構部隊です。キアナさん、逃げられましたか？敵の数が思ってたよりもずっと多い。ここは天命の基地だっていうのに、随分と大胆な奴ら。でも、戦線を回避するくらいなら、そんなに難しくないはず。ごめんね、捕まるわけにはいかないの。あれは。
ケビンかすらな。